さあ時刻は午後1時を回りました。改めまして土田照之です。新内舞です。 FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお届けしています。そしてゲストは桜坂46の竹本由衣さんと松田里奈さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっといつもの2人じゃないな。なんだろう、なんかビビってんの。いやビビってさっきメールであったんですけど。聞いてました。やっぱ怖いですか。怖くないです。すごいな、髪の毛縛りながら怖いですかって。これからタイマー張りますぐらいの。いましたよ、地元の先輩で。そんな先輩が気合い入れてんじゃないんですよ。怖いって言われて、いや怖くねっす。でもちなみに今週メールテーマが私の先輩後輩なんですけども、どうなんですか、なんか勝手なイメージだけど、なんか俺は AKB とかはなんか怖い先輩がいて、こうね、礼儀や仕事でなんか厳しいイメージとかあったんですけど、桜坂とかどうなんですか。めちゃくちゃ仲いいですね。でも1期生さんと2期生はなんかそんな厳しい感じのことを言う。そうですよ、ね、あんまり先輩と思わなくていいじゃないですけど、あんまり気を使わせない空気を先輩が作ってくれてました、先に。私たちがどというよりかは、1期生さんがもういいよ、気を使う、あだ名で呼んでみたいな、空気を最初から作ってください。え、小林のことなんて呼んでんの。私小林さん、最近でもゆいさんになりました。あ、ゆいさん。その前までは何だったんですか。小林さん。ゆいぽんは、ゆいぽん。あれは誰か、ゆいぽんさんとかは。あ、ゆいぽんさん、そこさんつけばね。あれ、ハブちゃんは、はい、私、ハブちゃんと仲いいんだけど。ハブさん。いや、でも、ハブは、あだ名なくない？ないですね、ハブちゃんが。ハブちゃんだから、はい、確かに。あと基本的にもう2期生とか後輩は基本的に苗字さんでずっと呼んでたので、はい、もともとはね。だから結構その名残でまだのなかなかその感じですね。え、乃木は。あ、私ちょっと特例なんですよね。あ、私2期生なんですけど、乃木だね、1期生さんのことをあだ名で呼んでたんで。まあ年齢もね、そうなんですよ、近かったり上だったりとかってこともあるでしょ。でもそれは今野さんに最初に言われていて、うん、その私入った時20、今野さんの名前よく出てくるね。2回目です、入った時私21歳だったんですよ、うん、で、アスカ、斉藤アスカちゃんとかが15、16だったので、その15、6の子が21歳にた、あの敬語使わせてるって思うと多分見え方が良くないから、か、ね、そこで初めてあの言われました。あ、なんかそのあだ名とか、その斉藤さんとか飛鳥さんって呼ばない方がいいんじゃないって言われて、あっすーっつって最初は何だったっけな、なんでも、うん、あ、でも飛鳥とは最初から呼んでない気がします。え、今でもそれこそ俺年がまあ近めのメンバー見るじゃん、はい、それこそ白石さんとかさ、はい、あの辺はマイアンはラジオの企画で、うん、その元々は白石さんって呼んでたんですけど、はい、あのマイアンって呼ぼうぜっていうくだりになってアルピーさんに言われて、そっからマイアンになりました。あ、もうマイアン、はい、じゃあ苗字でさん付けの人はいないんだ。いないです、私は。私はすごい申し訳ない。でもすごい叩かれましたけどね最初。叩かれるの、それで。なんかその後輩なのになんであだ名で呼んでんだみたいな。そうだね、本人が呼べればいいのに。芸人じゃねえだから、うるせえなバカって言ってるでしょ。でもだからそこで折れずに呼び続けてよかったなと思います。だから仲良くなれたなと思いますし。あ、そうだよね、やっぱ距離感が変わるしね、呼び方でね、呼び方で全然確かに変わります、ね、あの、まあ、桜井玲香ちゃんとか松村さゆりちゃんとか今すっごい仲いいんですけど、うん、昔のブログ見てると松村さんって呼んでるからわかる。俺もだってダチョウ倶楽部の肥後さんとかも、はい、もうやっぱ肥後さんって昔呼んでたけど、今肥後ぬって呼ぶ、うん、距離感ねえねえ肥後ぬって。さあここで中田かなちゃん電話つないでるみたいで、うん、かなちゃん、はい、あ、もしもし、かなちゃん、イエーイ、うん、終わったの今。あ、終わりました。あ、そう、はい、終わりました。どこだったの今日は。今日激アツでした。どこ、え、あ、どこ、うん、大阪です。場所聞いてからさ、ごめんなさい、うん、激アツかどうかじゃなくて、ごめんなさい、堺は場所聞いたから。大阪です。大阪、大阪、はいはい、うん、どこだっけ、大阪で、どこの場所。城ホールです、大阪城ホール、うん、はい、なんで、城ホールね、あ、よかったんだ、はい、盛り上がったでしょ、はい、大阪すごいもんな、大阪やばかったです。今日めっちゃいいライブでした。あら、よかったじゃないですか、はい、じゃあ変わってもらえる誰か。ねえねえ、早い。あ、でもそうなんです、あの先週もあのメンバーいっぱい呼んだじゃないですか、ちょっと今週はあの、あ、先週ちょっとあんまり時間があれだったので、うん、ちょっと絞ってきました。中田さん、先週
かなりバズってますから。はい、あ、本当ですか？アスカちゃんがなんか、あ、なんだっけ、うん、なんかで言ってくれたっつって、7号号かなわかんないけど、なんかで言って、そう言ってくれて、なんか、今日もいっぱい、いだからいろんな推しの人が聞いてくれてるみたいだもん、中田さん。今日も中田さんの選抜ってことですよね。はい、中田がちょっと、親近セレクトしました。すいません、よろしくお願いします、中田さん。期待してますんで、はい、ここ。じゃあ、まず1人目。お願いします。はい、平子さんのオアシス。マイチュン。おー、マイチュン、マイチュン、マイチュン。え、マイチュン、マイチュン、FM 出ていいの？大丈夫です。本当？フットソールは、あの、日本放送にあるんですけど、うん、でも、私は出たがりなんで、うん、あの、貪欲に出ていこうと思ってます。チュンチュン、仕上がってますか？仕上がってますか？知られてますよ。仕上がってますか？仕上がってますか？何言ってんだ、お前。ほんとラジオやってんのかよ。ごめんなさい。俺、あんま日本放送のやつあんま絡みたくないからさ、俺。おかしいおかしいおかしい。俺らできるらしいな。もうちょっと、もうちょっとさ。まいちゃん、どうだった？楽しかった、楽しかった。はい、なんか。ライブはどうでした？ライブ、めっちゃ楽しかったです。あ、そう。大人のお客さんは、うん、あの、やっぱ笑いに貪欲なので、うん、つまんないときはシーンってなるんですけど、うん、面白いときはめっちゃ盛り上がってくれるんですよ。そんなシーンとは何でだろう、ライブ来て。俺ら全く滑ったけど。そうだね。そうなんですよ。あら、よかったじゃない。そう、でも最近さ、全然私のことを話題にしてくれないので、ちょっと寂しいです。うん、でもその、うん、曲の垣根がちょっと触れづらくなったからさ。うん、日本放送ってなんかほら、俺らがいじったら変な感じになるじゃんか。そう。いや、大丈夫です。毎日もわかると思うけど。全然ですよ。大丈夫？私たちは、あの、私は本当にアルピーさん大好きなので。いや、でもだって、俺らもう有楽町歩けないもんだって。そう。日比谷で一回降りるもん、俺だって。鉄パイプで、そう、壊れると思ってる。そんなに避けられてる？日比谷から一駅歩くんだから。社員に囲まれて。よくこれだな。頑張ってね、まいちゃん。明日もあるんですよね。あ、そうなんですよ。あ、でも明日はないんですよ。明日はそう。明日は終わりだったので。俺、そうなの？いつ帰ってくの、じゃあ。あ、いいかいいか、それは言わない方がいいか。あ、オッケーです。ああ、そっかそっか。いや、聞こうぜ。え、でも、うん、次、かなちゃん、やっぱ、やり手だなって思うのが、回すね。すごい人なんですよ。ちょっと待って。本当その役割、その役割、まいちゃん、先週はかなちゃんやってたから、その次バトンタッチするやつを。一回挟むから、かなちゃん。回したがらないの。大丈夫、やるから。バイ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 。はい、じゃあ変わりますね。はい、かなちゃん、ありがとう。はい、続いて、うん、あの、二人目なんですけど、これがラストです。うん、今日ラストのゲストです。お前、二人かよ。え、違うんですよ。でも、あの、先週、全然喋れなかったから、ちょっと、うん、この三人でたっぷり話したいなって意味で、二人なんですけど、はい、もう一人は、以前、チンチンに来たことがある方です。マイヤン。エース、エースが来た、エースが。エース、エース。エース、エース。お久しぶりです。マイヤン。はい。マイヤン。マイヤン。お元気ですか？あら、マイヤン。はい。覚えてますか、この番組出ていただいたの。本当。長島の時だったっけか。そうです、セラリーの時に出させていただきました。あら、元気？元気です。また出たいんですけどね。いつでも来てくれよ、マイヤンなんか。そうだよ、俺らがいてもいなくてもいいんだから。いや、来てよ。なんかだから、代々木とか千駄ヶ谷とか来るとき、チラッと見てよ、金曜日、ここ。あ、いいんですか？言ったら全然もてなすぜ。うん。あ、じゃあ、ちょっと今度、チラッと覗きに行かせていただきます。うん。代々木とかね。マイヤンとさ、うん、中田って仲いいの？仲いいですよ。見てたもんね、同じ。そっか、なんかぶつかり合った時もあるけど、今は仲良くやってんだ。やめてやめてやめて、ぶつかり合ってはないんだ。昔はね、昔はお互い尖ってたよねみたいな話とかすんの？しないよね。友達だよね。え、尖ってたよねみたいな。尖ってたよね。なんかでも、なんかマイアンと中田とマイチュンってなんか変な感じしない？ね、おー、そうなんです。全然ないトリオです。え、マイチュンはさ、マイヤンのことなんて呼ぶの？白石さん。マイカブリさん。マイカブリやから、マイカブリかなと思ってて。全然マイヤンでいいんだけど。いや。今だけマイヤンって言ってみる。今、マイチュン今だけ言ってみる。どうしよう。
まいちゃんやったよ。せーの、まいやん。ノリが変になっちゃった。ノリが変になっちゃった。人生レビュー。あら、なんか仲良さそうだね、でもね。ねはい、ワイワイやっております。ね、今誰が受話器握ってんの、これ。あ、マイヤンが持ってくれてます。あ、マイヤン、マイヤン、そっか、はい、ありがとうな、マイヤンに受話器持たせんじゃねえよ。持ちます、はい、変わりました。マイヤン普段持たねえんだからな、受話器。マネージャーが全部持つんだから。絶対、喋りづらい。見たことない、そんな姿。